さんこんにちは、こんばんは、ビワマスです。今回もマイクラ実況頑張っていきましょう。ということでまずは前回の続き、エンド要塞攻略ですね。バグダイヤピッケルを使い切り、ポータルを発見いたしました。早速向かってみましょう。アータマをゲットだぜ。はい、入り口までやってきました。早速、突入。思ったよりも実は近いところにあったんですよね。どうやら私、同じところをぐるぐると回っていてすぐ隣にあったポータルを見逃してたみたいです。何やってんだろうねー。で、間違えやすいところにあるなぁと思ったので道を整備しておきました。今歩いているところの隣の壁とかまさにそうですね。もともと壁がなかったところに壁を建設してわかりやすくしてあります。あとは目印を逆方向になぞればいいだけの簡単なお仕事ってことで、発見、エンドポータルです。早速は潰し、あとエンダーアイが何個ハマってるかも確認しておかないとって思いましたが、シルバーフィッシュが邪魔ですね。バグダイヤツールの詐欺になれって、収録用装備持ってくるの忘れてた。ただいまってことで、今度は三大ボス討伐戦の準備、ポーション作りいきますよ。金インゴットを分解して金ナゲット、金塊8、人参1で金人参が足りない。何やってんのさ。誰、金インゴットを分解して金塊8、それはもう聞いた。だから誰、金塊8、人参1で、それももう聞いた。邪魔しないで。水入り銀3、ネザーウォートで奇妙なポーション、記念すべき初ポーションで収録ミスって、マジ醸造済みポーション入手で町のお薬屋さん進捗達成をクラッとしたみたいに言わないでもらえます。ネザーウォート、水入り銀3で奇妙なポーション、あれこれもしかして壊れたビデオテープ流してる。失敬な、ちゃんと時系列順に再生してますよ。ってことで、水入り瓶さん、ネザーウォートで奇妙なポーション。ねえ、君わざとやってるよね。わざとじゃないですけど、奇妙なポーションが13ダース必要なのでこうなってるんですよ。ダースとかいう単位を使ってることについて詳しく。ネザーウォート、もうわかったから次のポーション作るとこまでカットして。ひえ、白の羊毛さん、木材さんで白のベッド、素直に夜までかかったと言いなさい。誰が夜までで終わったって、残り6ダースあるこの状況を見ても同じことが言えますか。マリサさん、あれ私の名前まだ教えてなかったと思うんだけど、それは動画の都合ってやつですよ。そんなこともわからないんですか。あれなんで私怒られてんのっていうか、めたいこと言うな。回転村人1、ネザーアイカヤク、ついにこいつ村人をポーションの材料にし始めたぞ。白の羊毛さん、木材さんで白のベッド、あと何ダース残ってるんだ。あと各ポーション合わせて13ダースですけど、ってことでフグ、奇妙なポーションさんで水中呼吸のポーション、ついにネザーウォート地獄から解放されるのか。ポーション地獄はまだ始まったばかりは。ってことで完成、無印水中呼吸のポーション、フグ、奇妙なポーションさんで暗視のポーション。いつまで続くのこれ。大丈夫、ここからはいろんな種類のポーション作りますから、いずれにしろポーションである件について。ってことで今作ってるのがウィッチドロップ品の治癒ポーションをグローストーン強化した一品、これに火薬を混ぜていざという時のスプラッシュポーションにします。 BGM 終わったけど大丈夫。大丈夫大丈夫、編集者権限でほら。いや、この BGM 絶対選曲ミスだろ。魔女のマリサのドロップ品でポーション作ってるからこれかなって。え、これ私のドロップアイテムなのっていう、冗談なんですけどね。え、冗談だったの、私の恐怖を返せ。恐怖を返すって何。いいから次のシーン進むまでカットしろ。はい。ひどい目にあったってことで、マリサのドロップ品加工完了したので、今度はマスタースパーク売ってやろうか。勘弁してください。なら真面目にやりなさい。はひ。ってことで無印水中呼吸ポーションさん、レッドストーンで延長水中呼吸ポーションさん、せめて完成したシーンを映して。わかりましたよ、延長水中呼吸ポーション1ダース完成。金人参1、奇妙なポーションさんで無印暗視のポーションさん、あれ暗視にダース作るの。海底神殿とイザー尖閣1ダースですね。マルチかな。白の羊毛さん、作りきれなかったんですね。わかります。無印暗視ポーションさん、レッドストーンで延長暗視ポーションさん、私のセリフ取らないで。すまんすまん。きらめくスイカの薄切り1、奇妙なポーションで治癒ポーションレベル1。あれさっき治癒ポーション使ってなかったっけ。マリサの遺留品はあくまで緊急用、通常は今から作るサンダースです。私生きてますけど。失敬失敬。ってことでグローストーン混ぜ込んでレベル2治癒ポーション。お休みなんだぜ。マリサが言うの。マグマクリーム1、奇妙なポーションさんで無印対価のポーション。対価は1ダースなんだな。まあそんなに大量に必要ないからね。無印対価のポーションさん、レッドストーンで延長対価ポーション。おなじみレッドストーンで効果時間延長だな。ファントムの被膜、奇妙なポーションさんで低速落下のポーション。落下ダメージ無効はでかいよな。そこで奈落ダイブがビワマスクオリティ、誇るところはそこじゃない。レッドストーンで効果時間延長。延長しても4分なのか。他のポーションだいたい8分なのにね。佐藤、奇妙なポーションさんで無印俊敏ポーションレベル1。レッドストーン間違えて入れてたの、私はちゃんと見たからな。
無印俊敏ポーションにレッドストーンで延長か、グローストーンで強化しなくていいのか。移動速度が 40% も上がると制御が難しくなるかなと思いまして、あと何度も飲むのが面倒。絶対後者のが本音だろ。おっかよー。今度はそういうパターンか。ブレイズパウダー、奇妙なポーション3で力のポーション6ダースも作るのか。いいえ、ただの計算ミスです。算数からやり直してこい。無印力のポーションレベル1にグローストーンを混ぜて無印力のポーションレベル2。こっちは延長しないのか。純粋なパワーって大事。弾幕はパワーだぜ。私の決め台詞を勝手にパクってアレンジするな。すやー。よっしゃー。朝からなんだよ、うるさいな。ポーション製造完了。それは本当なのかだぜ。ほら見てくださいよ、延長水中呼吸ポーション1ダースに延長耐火ポーション1ダース。俊敏ポーション2ダースに、力のポーション3ダース。おまけに即時回復レベル2が3ダース。おめっとさん、冷たくない？ってことで、無事にポーション製造完了したので今回はここまで。いやー、このポーション製造シーンどうしてもつまんなくなるなとか思ってたけど、私が呼ばれたのはそういうことだったのか。なんとか形になってよかったです。私を無視するな。すいませんでした。ということで、最後まで見てくれた方ありがとうございます。チャンネル登録者さん、ありがとうございます。コメント欄などでアイディア、アドバイスなどくださる方、ありがとうございます。チャンネル登録や高評価、コメントやツイッターのフォローとかしてくれたらそこの鳥頭が喜ぶんだぜ。鳥頭、僕は呼んでない。まあいいや、それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またねー、次回。間に合うかなー。再来週の水曜日、マイクラの代わりに単発茶番劇が出てたら間に合わなかったんやなとお察しくださいね。